はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッド日本プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、マレーシアに強襲上陸をかけたんですが、上陸を果たしたもののその後戦線を拡大することができずに、供給線がかなり厳しい状態になっていたというところで、この厳しい戦線を打開するために禁断の核攻撃、これを4発撃ち込みました。これによって戦線がね、だいぶ改善したんじゃないかなというふうに思いますので、今回はその続きになります。では早速時間を進めていきましょう。もうね、核を使ったことによって敵の手段はボロボロになっているので、残りの敵の手段を殲滅していきましょう。で、敵の手段を完全に殲滅したらどうだろうな。そろそろ供給線もマシになっているかと思いきや、やっぱりちょっと上陸してる手段の数が多すぎますね。この手段の数を少し調整していって、補給を滞りなく行うっていうことをやっていきましょうか。なので一部の師団はインドシナ半島に戻しましょう。いやでも核を使わないとね、勝てないというのもそれはそれでちょっと師団の編成構成見直す必要があるんじゃないかなと思っちゃいますね。で、前回ちょっとお話したとは思うんですが、インドネシアとは海戦をちょっと見送るというところがあるので、もしねこのままマレー半島のマレーシア軍を駆逐してもマレーシアが降伏をしなかった場合、これはボルネオ島に進軍する必要がありますね。ただ今のこの師団のボロボロの状態だとちょっとね、ボルネオ島に強襲上陸をかけても厳しいのかなという印象はあるので、一旦マレー半島から一部の師団を引き上げておきましょう。で、回復してもらうと。ホーチミンに一旦戻しましょう。ちょっと操作が孫ついちゃいましたが、まだ港まで移動できてないかな。いや、なかなか本当にね、マレーシア軍も粘りますね。マレー半島からマレーシア軍、そして中国軍を駆逐しちゃいたいところなんですけどね、核を使ってもなおまだ抵抗を続けてますからね。駆逐艦の5まで研究が進みましたというところで、駆逐艦も5まで進んじゃうとどうなんだろう。もう次は2030年になっちゃうんだよね。2030年の駆逐艦を作るぐらいだったら、なんかちょっと他にやれることありそうだよね。とはいえミサイル巡洋艦とかって話してもないしな。空母もね、もう次第5世代に入っちゃうんで、そうなるとミサイル巡洋艦かな。ちょっとなまっちゃいましたね。で、駆逐艦を第5世代のものにテクノロジーリフレッシュかけていきましょう。ちょっとね、半年分もったいないですが、まあ、ここは
作り直しましょうと。全部で20師団これを一旦インドシナ半島に戻しましょう。いやでも本当にそれにしてもマレーシアも中国の支援を受けているとはいえなかなか屈強ですね。核を4発撃ってもなおまだ継戦してくる。航空隊、特に空母のね航空隊がもうボロボロなので、これの再編を最優先でしていきたいんですが、それにしても軍需工場もないしね。これで潜水艦も原子力化が完了かな。強襲揚陸艦をじゃあ世代を進めちゃいましょう。いや空軍はともかく海軍はかなり強くなりましたね。中国の派遣してきてる師団が3師団これがまだまだ抵抗の意思がありそうな、そんな師団になってますか。残りはねもう知れてるかなというところなんですけどね。マレーシアの師団に関して言うともう士気も装備もボロボロのはずなので、ちょっとね軍を変なことにしちゃいましたので一旦まとめましょう。ん、ちょっと待ってね、師団が減ってないか。10師団丸々消えたぞ。マジか、10師団が壊滅した。どこの10師団が壊滅したんだ。そんなことある。
いや、いくら補給がなくても戦ってなかったと思うんだけどな。戻してた軍だよね、きっと。インドシナに戻そうとしてた軍が、10師団丸々消えてる。いや、それにしても、マレーシア軍強いというより粘り強いな。さらに10師団引き上げで、マレー半島には30師団構成にしましょう。で、30師団であれば、おそらくマレー半島のインフラで、なんとか補給が間に合うんじゃないかなと思うので、まずは、今50師団体制、まあ、10師団なぜかちょっと消え失せちゃったのか解せないんですけど、その50師団ですね、それを30、20に分けましょう。核を使ってなおこの手こずりようか。赤から黄色にね、10師団マレー半島から撤退させたことによって多少マシにはなりましたね。これでインドシナにいる軍は一旦休ませてしっかりと回復してもらいましょう。問題はマレー半島にまだ残る中国軍、マレーシア軍だな。で、これは国内の話ですね。選挙の話で与党の勝利というところになってます。あ、違うね。これが20師団構成になってますね。そうだよね。消えるわけないと思ったよ。これ、ちょっとよくわからないけど、20師団構成になってますね。
ちょっと10師団10師団に戻しましょう。もう9兵も4まで来たか。じゃあ残りのやつも上げときますか。もしくは今後のことを考えて空挺師団、これのレベルアップしておくというのも手ですよね。でもう砲兵に関して言うとこれ以上どうこうというのはないので、それか2030まで研究をそろそろ本当に進めていくかと。また無人機、無人機でも研究していくか。じゃあそろそろね、もうほぼ完全に包囲してても補給がないとこういう状態になっちゃいますね。
ここにフレッシュな軍を送り込めれば戦局が変わるかな。まあ、補給がままならないこの状態をまずは解消しないといけないな。まずは、ある程度の部隊をインドシナ半島へと戻していきましょう。んで、回復したら再び前線に投入するっていうね、まあ、車がかり的な作戦ではないですが、まあ、そういうのをイメージしたフレッシュな軍をいつでも投入できるような形にしておいた方がいいかもしれないですね。まさに今フレッシュな軍を10師団ほど送り出せば肩がつきそうな気もするんですが、ちょっと補給がまだまだ追いつかないかな。はい、ではちょっとね、今回短いんですが、マレーシダ攻略戦ちょっと順調とは言い難い状態なので、またね作戦を練り直していきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。